日本人っていうのは非常に豊かな魚食文化を持ってますよね。こういう国でね、なんでこの4割も輸入しなくちゃいけないのと、なんでこの漁業者がね月15万円以下の収入でやっていかなくちゃいけないんですかと、だから根本的に日本の漁業のね構造的におかしいわけですよ。国史国柄から時事問題を考えると題してお届けいたします。先生、どんな内容になりますでしょうか。はい、時々ですねメーカーのコーナーをこちらに変えたいと思うんですけども、はい、というのはですね、今までメーカーの方では国史国柄っていうのをねお話ししてきましたけども、それと一方現代の時事問題っていうのもあるわけですよね、はい、私が今問題だと思ってるのは、時事問題を考える人がね国史国柄をあんまり知らないと、でその時事問題の今の短期的な損得だけで考えてると、かたや国史国柄をやる人はねあんまり時事問題なんて眼中になくてですね、この日本文化の特徴だけを追求していると、はい、だからここにですね国史国柄を考えるということと時事問題を考えることっていうのが縦にこう切れちゃってるところがあるんじゃないかなと思うんですね。あ、そうですね。でそれではね、時事問題っていうのは本来各国共通の問題もありますけども、その対応においてはその国のやっぱり歴史とか国柄、価値観からどういう方向を目指そうかということを考えなくちゃいけないところがあるわけですよね。そこのところが国史国柄と時事問題が切れちゃってるんで、各人が好き勝手を言ってるというところがあると思いますんでね。やっぱり本当の日本国民の見識としては、まあ、時事問題も考えながらですね、その考える方向としてはやっぱり国史国柄を踏まえた上で考える、そういう国民としての見識を持っていただきたいなということでですね、その時々で非常に大きな時事問題が起きた時にはこういうコーナーでちょっとお話をさせていただきたいなというふうに思います。今回はですね、ちょうど中国の日本水産物輸入禁止となりましたね、はいはい、これについてどうするということで、今のところはですね政府が輸出禁止で非常に損害を被った水産業者にね援助しようというようなことで言ってますけども、はい、それだけでいいのということをお話したいと思います、はい。まずこれはですね NHK の報道ですけどね、影響は中国全面禁輸、うん、やっていけなくなる、中国全面禁輸、漁を取りやめた漁業者もと、こうやっていつも大変だ大変だと騒いでいるだけが日本のマスコミで大きなポイントなんですけどもね、それでこんな風に言ってますね、はい、中国が日本産の水産物の輸入を全面的に停止すると発表したことを受けて、中国向けに輸出している漁業者や水産加工会社からは漁師としてやっていけなくなるとか、徒労感を感じるといった懸念の声も上がっています。これは現実としてこういう面もあると思うんですけども、はい、そこだけを見てね水産業者を助ければいいんだと、そういう浅い考えじゃダメだと思うんですよね。これからですね、ちょうど以前に水産物の自給率低下というお話しましたんで ね、はい、でここからやっぱり考えていかないといけないだろうと、うん、まずですね、これの赤い線が一人当たりの水産物の消費量ですね、一時から徐々に上がってきてまた今下がりつつあると。昭和39年のですね自給率というのは 113% だから、日本の国内生産量で国民の消費量は12分にカバーしてたということなんですよね。その後ですね自給率がどん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 減ってきてましてね、で足りない分は輸入で賄っているわけですよね。一人当たり消費量も少しずつ減ってきてますけども、令和2年の統計では自給率が 57% ということですね、はい、ですからもう4割以上はですね、うん、輸入に頼ってるということなんですね。こういう中で輸出入ということを含めて考えますとね、まず国内生産量が377万トンなんですね。でこのうちの輸出量が食用と非食用がありますけども83万トン、一方輸入量が365万トンもあるわけですよね。合計で国内消費仕向け量が664万トンということになってるわけですね。これで4割ぐらいがもう輸入で賄っているということなんですね、はい、ですから逆に、ね、輸出がね、例えばこの今の83万トンのまあ半分近くが中国向けということで、これが40万トン減ってもですね、逆に輸入分も減らしゃいいじゃないかと、多少品目のズレはありますけどね。ですから別に輸出が減ったってこんなにたくさん輸入してんだから輸入量を減らせばいいじゃないかという論も成り立つんですよね。そうすると自給率は大体 8% 向上しますよと。あ、大きいですね。こういうことを考えて、じゃあ今の問題はどうしようかというふうに考えてもらわないと困ると思うんですね。一方ですね、この減り続ける漁業就業者数ということで、これが近年の漁業就業者数ですけども、2003年には 23.8 万人いたのが今 13.6 万人ですよと、どんどん減ってきちゃってますよと、はい、毎年6000人ぐらいのペースで減ってますから、あと23年で
消滅しちゃうようなペースになっちゃってるわけですよね。もう目の前ですよね、そうなると。本来ね、これを何とかしなくちゃいけないということなんですよね。それでこの背景にはですね、あまりにも儲からないんですよね、うん、でこの平均的な漁業所得がですね、2020年には年間112万円だったと、ということで月10万円以下なんですよね。これだと漁業やってるよりもね、その辺でアルバイトでもしてる方がよっぽど儲かるなという話になっちゃうわけですよね。漁業者にこういう苦難を味わわせて、今なんとか6割近くの自給率が保たれてると。現場の方が大変な苦労をしながらですね、日本の我々の食料供給をなんとか支えてくれてるというのが実態なんですよね。これから見るとね、輸出ができなくなったと、徒労感を感じるとか言ってもね、ちょっと一面的な見方じゃないかなということなんですよね。それともう一つはですね、実は世界でも恵まれた日本水産業ということで、この日本はですね、世界6位の排他的経済水域を持ってるわけですね。こんだけ広大なですね、排他的経済水域を持ってまして、なおかつこの排他的経済水域にはですね、世界三大漁業の一つがあるんですよ。アメリカの東海岸、欧州の西海岸と一緒に、特に日本の三陸沖とかね、こういう非常に立派な漁場があってですね、うん、もう一つが日本人というのは非常に豊かな魚食文化、魚を食べる文化を持ってますよね、はい、巨大な国内市場があるわけですよね、うん、こういう国でね、なんでこの4割も輸入しなくちゃいけないのと、なんでこの漁業者がね、月10万円以下の収入でやっていかなくちゃいけないんですよと、うん、それでなり手がいなくてどんどん減ってきますよと。だから根本的に日本の漁業のね、構造的におかしいわけですよ。それを何とかしようということでやってきたのが輸出なんですよね。そっちの方向に行った、行っちゃった。輸出に行ったのに中国の問題で輸出が途絶えちゃったから、うん、政府何とかしてくれということで漁業者がみんな悲鳴上げてるわけですよね。だからちょっとね、間違えた方向に行ってそこで行き詰まっちゃったからどうしようという、うん、まあ、そういうような状況なんですよね。だからそういうふうに間違った方向に行くと、どん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 日本の柱みたいなものが細くなっていくような感じがしますよね。ね、ですからね、ここはね、やっぱり本当のね、根本に立ち返らないといけないと、うん、こういう前提から考えるとですね、まず食料安全保障ということを考えないといけないと、はい、でやっぱり日本の農業とか水産業のですね、最終目的は日本人の食を確保するというね、食料安全保障なんですよね、うん、今後もですね、世界的な需要増加とか感染症、それから異常気象だとか、うん、ウクライナの戦乱、こういうことでですね、食料輸入が途絶えるリスクがどん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 拡大してきたと。そういう中でやはり国民が安心して生存していける供給体制確立するのが、これは国の責任なんですよね、うん、いざとなったらですね、どの国もね、自分の国民を食わせることが大事ですからね。ですから輸出よりもね、自国民向けを優先するんですよ、うんうん、ですから去年一昨年のコロナの時もね、食料輸出禁止した国がいくつもあるんですよね。この食料輸入に頼るっていうのは、いつ例えてもなんとかなるというね、そういう前提のもとで輸入するならいいんですけども、それがないままに輸入に頼るということ自体が方向としたら間違えてるでしょうと、うん、特に敵対国ってありますよね、はい、いつ攻めてくるか分かんないような、そういう国に食料輸入依存するっていうのは極めて危険なことだという、そういうね、安全保障感覚を持たないといけないですよね。中国が輸入禁止っていうのはまあいいんですけども、輸出禁止されたらもっと困るわけですよ。でこういう中で食料輸出というのはどう考えるかということでですね、はい、水産業の低迷を輸出拡大で支えようという考え方が本末転倒じゃないかと、うん、というふうに私は思うわけですね。国内のね、食料需要をしっかり満たして、で持続可能な範囲で無理せずにこの漁獲水準が保てるレベルで、うん、まだ余るっつんだったらそれは輸出に回してもいいと思うんですけどね。今のようにそれすぎで水産業者がみんな困ってる時に輸出でカバーしましょうということ自体がね、非常に本末転倒だと。昔は国民がすごく増えてきちゃったから、一時的に輸出増やして食わせなきゃみたいな風潮だったけど、それを引きずってこうなっちゃったんですかね。昔はですね、戦争直後に非常に食料不足になって、うん、はいはい、でその時に日本の水産業界がね、うん、世界中で魚を取ってね、国民を養ったんですよ、はい、でそれはね、大変国家に貢献したわけですよね。ただその後で排他的経済水域がね、各国がどんどん日本の漁船を締め出しちゃったんですよね、はい、それで困って日本の近くで取りすぎたら、今度日本の海がね、荒れてきて魚が少なくなってきたって、取れなくなってきたと。そうするとまたその中で国民がたくさん食べるものはノルウェーとかなんかからどんどん輸入すりゃいいやと、あと輸出できるものはして金儲けしろと、まあそういうようなことでね、ちょっと迷走してんじゃないかなと、政策的に。そもそもですね、私思うに海というのはね、
国民の財産だと、この領海とか排他的経済水域は国民の財産で、国のために国民のために役立てる財産だと思うんですよね、うん、それをね、国民のその食料不足を差し置いてね、輸出で金儲けしようというのにね、使うっていうのはちょっとおかしいんじゃないと。国民の財産としてそこで魚を取ってるわけでしょ、はい、でそれの第一義はまず国民を食べさせるということがね、なくちゃいけないと思うんですよね。そうですよね。で余裕があったらまあ輸出してもいいんですけどね、うんうんうん、今回のね、中国の輸入禁止というのは現在の歪んだ水産業のあり方を変えていく良い機会じゃないかなということなんですよね。ですからまあそういう意味でも、中国が輸入禁止だというんだったら、この際もその輸出分だけね、国内消費に向けて輸入減らせばいいだけですからね。そうすると自給率も向上するでしょうと、それが本来の姿じゃないですかと、というふうに考えるわけですね。また水産業の本質的な姿としてはですね、やはり海は豊かにしないといけないと、はい、で日本の海はもともと豊かなんですからね、たくさん魚も取れる、そこから魚を取ってですね、家庭に供給しますと。特に魚食というのはね、健康にも非常にいいですからね、安全安心健康的な魚食を支えると。それによってまた漁村が元気になってね、うん、今みたいにどんどん減るんじゃなくて、うん、やっぱり若い人も俺も漁師になりたいという人がね、どんどん出てくるような形に元気をつけないといけないんじゃないかなという思うんです、ね、月10万はねちょっとそういう意味で日本のですね、我々一般国民ができるというのはですね、やっぱり国内需要を増やすというのが一つなんですね。だから同じ魚を食べるにしても輸入品じゃなくて、なるべく国産品を食べたいと、うんうん、そういう意味でぜひね、皆さんにご利用いただきたいのがやっぱりふるさと納税なんですよね。私もよく使いますけどね、対馬で取れた魚とかね、はい、非常に美味しいのがねいっぱいあるんですよ。あ、そうなんですね。それから産地直送サイトね、だから今のスーパーなんかでね、大量生産で流すよりも漁船で取れたものでね、このサイトに乗っけて、でそれをじゃあいただきますわというものがね、これで我々買えるわけですよね。こういう仕組みが今できてますんでね、これをフルに活用して、消費者としてはやっぱり漁村を支えるというふうに持っていくのが我々としての役目じゃないかなというふうに思うんですね。フラッと覗くだけでもね、いろんなお魚多分並んでて楽しいし、はい、いつどんなふうに取れたのかもね、きっと書いてらっしゃるところもあると思いますのでね、はいはい、ぜひご覧になってみてください。先生ありがとうございました、はい、ありがとうございました。いかがでしたか。良いと思っていただいた方はチャンネル登録と高評価ぜひともお願いいたします。